佐田マサシ・サダ・マサシのディスコグラフィ風に立つライオン風に立つライオンは1987年11月10日に12インチシングル版で1988年3月25日に CD シングル版でリリースされた佐田マサシのシングル曲後に大沢隆夫の企画により佐田マサシ自身によって小説化され2013年に単行本が2014年には 文庫版が、原頭者から刊行され、2015年には、映画監督、三池隆のもとで映画化された。本校では、楽曲のほか、小説、映画についても記す。1987年7月25日発売の、アルバム、夢回帰戦に収録後、同年11月10日に1ンチシングル版で、シングルカットされ、1988年3月25日に、 CD シングル版でリリースされた。後に1994年12月21日に発売されたベストアルバム、サダ・マサシベストにも収録されている。長崎大学熱帯医学研究所の医師としてケニアに派遣され、現地医療に従事していた柴田光一郎のエピソードに、サダがインスパイアされ、制作した楽曲で、 歌詞は主人公が日本にいる恋人に宛てた手紙の形式を取っている。感想、構想にはアメージング・グレースの旋律が引用されている。1990年の第41回 NHK 紅白歌合戦でサダが歌唱している。映画化作品の主題歌にセルフカバーをした風に立つラヨオンを採用し、2015年2月18日にデジタル配信を開始した。 売り上げの一部は、サダが1995年に立ち上げた NPO 法人ピーススフィア会の非運動基金を通じてケニアの医療施設などに送られる。セルフカバーの編曲も渡辺俊幸が担当し、49人のオーケストラと共にレコーディングが行われた。後にアルバム、風の奇跡に収録された。沢地恵がアルバム、いい歌いろいろにシンガーなどでカバーしている。 サダは映画化に前後して2015年に公益財団法人風に立つライオン基金を設立しており、壁治療や大規模災害の復旧現場などにおいて、奉仕活動をする個人や団体に対して支援を行っている。設立にあたっては、医師の鎌田実をはじめ、信仰のある佐渡豊古田敦也、と張りとらの協力を得た。この時期に発表した、 サダの作品はすべて作詞ではなく、作詞とクレジットされている。この楽曲に感銘を受け、聴けば聴くほど、歌われた人物について知りたくなる。この歌の世界を映像で見たい、できるならば、自分で演じたいと考えた、大沢隆おが、佐ダに映画化を視野に入れた小説の執筆を直談判、し制作されたものである。大沢の依頼に対してサダが、なかなか企画を進めなかったため、 大沢は自分でアフリカのドキュメンタリーの仕事を引き受け、それをさらに見せることで本気度をアピールした。大沢は他にも東日本大震災が制作の原動力になったのではないかと語っている。2013年7月18日に、原頭者から単行本が、2014年12月26日には、原頭者文庫版が刊行された。 登場人物の名前などは架空の人物に置き換えられ、東日本大震災の被災地などの楽曲制作当時と違う状況が登場するなど、フィクションとして制作されている。2015年3月14日に公開された。監督は三池隆史、主演は大沢隆夫。前述の通り大沢が企画段階から携わっている。2014年11月に、 長崎県で撮影がクランクインし、その後はケニアのナイロビで撮影を行っている。監督のミイケが冒険しない映画はつまらないという理由から、あえて南アフリカのように取りやすい場所を選ぶのを避けて、ケニアロケを観光。日本映画でケニアでロケを行うのは、沈マぬ太陽以来のことで、ホテルから撮影現場までは5映画付き、全員が予防接種を受けて、 撮影に臨んだ。また、1980年代の医療器具を集めたり、古い車をもう一度走れるようにし、その当時の状況にできるだけ近い環境で撮影を行った。ミーケはまた、自身の作品に、つきもの暴力的な表現を抑え、中学生でも見られる、デフォルメしない撮り方をしている。楽曲及び、小説の原作者のサダは、 撮影の人中見舞いで初めてケニアを訪れている。ありがとうございます。